可愛かったんですよねハンガルーのお腹みたいな感じ <laughs> <laughs> 女性の首元をすごく美しいと思っているので首元を出していこうかと思います <laughs> オープンすぎますけどね <laughs> <laughs> 今日はですね 理想の大人デデーートコとということでお二人が行ってみたい都会のおしゃれスポットに異性と一緒に行くとしたらその時に来てもらいたい ID2.0 コレクションというのをテーマにですね、えー、選んでいただきましたえでは先ほどのモデルの方にお二人が選んだコーディネート来ていただきましたので早速登場していただきましょうお願いしますおおという声が、はい。 上がりましたさあお二人が異性に来てもらいたいコレクションということでまずは磯村さんからコーディネートのポイントを教えていただきましょう、はい、そうそですねあの、まあ、ホワイトで全体的に作って、えーでまあ、ちょっとパーカーで色を変えて遊んではいるんですけどなんかこのアウターのなポケットの部分この前についてこれがすごいなんか可愛かったんですよね。 ハンガルーのお腹みたいな感じで <laughs> <laughs> なんかすごい何入れようかなってっでもなんかそこが女性らしさもあって非常にこう丸く感じるんですけどスタイリッシュにも作れるしあとこれまあ今こういうコーディネートになってるんですけど実はこのアウターの部分パチャック外して下ろすとロングコートにできるっていうツーウェイっていうんですかねもうできるんでちょっとそれに引かれてしまったのでコーディネートしました。 なるほど、うん、遊び心を感じていただいたことですね <laughs> 川北さん、このコーディネートをご覧になっていいかかがですかいやもうめちゃくちゃ可愛いです、やっぱりこういうワントーンがめちゃくちゃ流行っているのでそれをこういうふうにまとめるのがすごいさすがだなと思ったのとあと、やっぱりそツーウェイていうのが、ね、女性って、いろんなところにいて寒くなったり暑くなったり忙しいのでそれにもすごい、ね、心遣いというかありがたいなと思いました。 ありがとうございますこの磯村さんからご紹介いただいたこのトップスなんですけれどもこの冬発売予定の商品となりますので、うん、ぜひ皆様ご期待ください、はい、さあそれでは今度は川北さんが来てもらいたいと思うコーディネートですが今度、はい、トは、はい、すごく素敵ですね。あの自分でコーディネートを組,み組んどきながらあれなんですけどあのそうですねやっぱりこのコートを主役にしたいなと思っていてなんか すごいシャカシャカ具合というかそういう本当にアディダスっぽい素材だけど形がすごい本当にアーバンな大人のスタイルでそれに合わせてちょっと乾きでだけど全身乾きだと結構なんだろう森っていうか結構アウトドアな感じになっちゃうのでなんかまあどこでも行けるようにちょっと中はちょっとネイビーで締めてみましたすごいお似合いです 出てきた瞬間からうんうんというふうに <laughs> おっしゃってましたけれども、磯村さんご覧になっていかがでしょう。いやいいですね。カーキーも僕も好きですし、そのやっぱ。 ラインですかねがスッと上のコートなんて落ちてるラインがものすごく綺麗なんでよりその男性のスタイルをこう綺麗に見せることもできるしなんかあの爽やかでもありながら大人の感じがあって非常に僕も好みのスタイルにですねうん、うん、ありがとうございますぜひいろいろなコーディネートこの他にも楽しんでいただきたいと思います一生、はいえー、のコーディネートでうんと首周り首元ですかねまあ 自分がその女性の首元をすごく美しいと思っているのでだからファッションでそういった首元が少し感じられる服だとあのすごい素敵に見えるんでまあ今回パーカーを選びましたけどパーカーもこうフードがあって首元は見えないんですけどふとした瞬間にこの横の首筋が見えたりするとあすごく女性らしく綺麗だなって思ったりするんでなんかその首元のコーディネートは結構うん気になるかもしれないですね。 なるほどちょっと首元を出していこうかと思います <laughs> オープン<し>て <laughs> いや、えー、と男性だとでもそれこそ本当に磯村さんが今着てるみたいな外側がちょっとカジュアルなのに脱いだ時にスーツスタイルというかこのセットアップスタイルっていうのがキュンとしますなんか急にそのギャップに「みたいなハッとさせられますね。